召喚に応じ参上いたしましたロクスタです。さあキノコを食べるのです。意識が高い界隈にもキノコは大人気。いいから食べろ、話はそれからだ。ありがとうございます。お礼に美味しいキノコをどうぞ。大丈夫、これ食べてもいいキノコですから。キノコのおかわりをどうぞ。本当の本当に大丈夫です。副作用とかそんなにない。私の毒が生成されていく。今の私ならあのお方に安らぎを。え、このキノコ普通に毒ですけれど。私のような毒殺者をこんなに重用するなんて。もしかして毒入り用です？暗殺用？それとも自決用？このロクスタにお任せありです。今度こそ完璧な毒を。ドーピングキノコシチュー、テレンテレンテレン。毒を、より速やかで安らかな毒を。キノコ狩りに行きましょう。お使いすることには慣れています。で、大豆に毒もりますマスター。ネロ様のお友達でしたらロクスタにとっても大事な人になりますけど、そこんとこどうです？お慕いしております、ネロ様。美味しいキノコをたくさんどうぞ。ネロ様、私はあなたのためのアサシンです。カリキュラティ、アグリッピナ様のお兄様ですよね。ちょっと苦手なんです。好きですよ、好きですけど、苦手。ダメです、ダメです。そのキノコはネロ様の身毛ですから。あの子毒使いですね。全身が毒。素敵、お友達になりたい。女王セミラミス、伝説の毒使い。星が生きて動いてる。カートミが深い。はあ、アーラッシュ様。へえ、毒が効かない。そっか、そんなのか。ないわ、引きますわ。ライコウ様、こちらへ、こちらへ。これ毒です。遠慮なさらずにどうぞ。あ、いえいえいえ、わかります、わかります、わかっておりますとも。あなた毒を盛る側ですね。そう、ロクスタにはわかってしまうのです。え、キロチン、首をこう。はあ、なるほど。キロチンを。人手なし。もちろんネロ様が大好きです。
嫌いなもの。え、タケノコ？獣のネロ様が持つ毒杯のことです。美しいじゃないですか。お祭りです。皆の衆、キノコは持ったか。ごきげんよう、マスター様。キノコ食べてます？マスターの旦那、いいキノコ入ってますぜ。こいつは上物だ。たまんねえですよ。松茸、ネロ様の養父であられるクラウディウス帝は毒キノコで亡くなられました。そういうことになってます。そしてネロ様はキノコ料理を大いに好まれ、神々の御家とまで呼んでくださいました。我が身に余る光栄です。とも、はじめはアグリッピナ様のため、そして何よりネロ様のため、私の毒はあのお方のためにこそあります。でもならばなぜあなたはあんなにも無言らしく。あの小箱こそ我が半生の結晶、あなたのためだけの毒だったのに。血と毒と陰謀にまみれた宮廷を遠く離れて、あの落葉の景色のずーっと向こう側、マスター様、あなたの行く先がそこに通じているのなら、ネロ様を連れ出してくれるなら、私は全てを捧げます。今より毒したはマスター様の毒です。本当はローマなんてどうでもいいんです。全部燃えちまえばよかったのに。マスター様、毒効かねえですか。何それ、さすがこれこれ、このキノコ、食べてみてください。